アジア杯、森保監督の年俸は出場国監督中6位、トップはその24倍40億円。サッカーのアジアカップ、カタールドーハ出場監督の年俸ランキングをカタールのテレビ局、アルカスが11日、日本時間、当局の SNS で伝えている、当局が独自で調査したもので、日本代表の森保はじめ監督は出場32チームの監督の中で6位の120万ドル、約1億7400万円だと伝えている。トップはサウジアラビア代表監督のロベルト・マンチーニ監督の2800万ドル、約40億6000万円で、森保監督の約24倍の金額だった。2位は韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督の220万ドル、約3億1900万円。マンチーニはそんなにもらうならワールドカップ優勝しなければダメだろ。クリンスマンもそんなにもらっているならアジア杯ぐらい優勝するのがノルマではないのですかね。監督で40億か、サウジ恐るべし。中東の石油産出国はさすがお金持ち。サウジに守備が貯められて一発カウンターとか怖さしかないわ。しかもマンチーニ。選手にせよ、監督にせよ、今や中東はサッカーキャリアの上がり、一旗上げて上がって、ご褒美の大金、本当にオイルマネーすさまじい。クリンスマンって監督として何かやったか？選手時代のネームバリューでここまで来た印象しかない。クリンスマンは06ドイツワールドカップの遺産でここまで来た感ある。森保はもっともらっていいのではないか。ワールドカップや親善試合などでも結果出してるから、もう少し森保さんの監督としての評価上がってもいいと思う。歴代最強の日本の監督がこの年俸じゃ夢がないね。結果を出していますから、臨時ボーナスを。森保がヤフコメでこんなこと言われるなんて感慨深い。コスパ最高監督。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。